こんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今回は大阪桐蔭高校から同志社大学に進んだ道端広大投手の今に迫っていきます。春夏連覇を成し遂げた大阪桐蔭高校で最後の夏をスタンドで過ごした道端投手ですが、同志社大学に入学後は1年生の春から中継ぎの柱として活躍。7試合に登板し10回3分の2を投げて自責点1と結果を残しています。そんな道端投手ですが、現在はどのような取り組みを行っているのでしょうか。トレーニングの様子などを見ていきます。さらなる成長を求め全力で頑張る道端投手に、今後の目標、そして現役球児へのエールを送っていただきました。同志社大学1年の道端広大です。今後の目標はリーグ優勝に貢献することです。今頑張っている高校球児の皆さん、初心を持って頑張ってください。同志社大学を背負えるピッチャーになりたいとインタビューで語ってくれた道端投手、大学ではどのような活躍を見せてくれるのでしょうか。道端広大投手のインタビューは高校野球 .com で公開中です。大阪桐蔭高校で過ごした2年半に迫りました。